でもこんなんよくバレないんですか、その300億も。そうなんですよ。例えばそのサイトを作りたいみたいになった時に、あいみつって言ってこういくつか業者にこういうのやりたいんだけど、あんたんとこだったらいくらでできるっていうのをまあ何社かに同時に聞くんです。で普通はこう一番安いところに発注するっていうのがまあ普通のやり方ですけど、まあ大体どうやら2億円でできますっていうのが相場だと。でもその中の1社が自分とすごい仲良くて、はい、じゃあ3億円っていうのを見積もりを出してきたと、はいはいはい、じゃあそこに発注しましょうと、はい、と事実上2億で作れるわけですから、はい、1億浮きますよね、はい、でそれを発注してくれた人に対して、まあ、リベートみたいな感じで、うわ結構そういうのって意外と多いんじゃないのと。その昔からのなんか、うん、まあ、まあまあみたいな、そうですね、なーなの感じで、まあ、こうだったら返さなきゃいけないんですか。まあ、普通そうですね、あの詐欺なんで、はい、この100億あったら楽天に大谷を呼べたんじゃないかっていう。ほんまですよね。いや本当にすいません、なんかどうしても今日野球に、どうしても野球なんですか。分かってます。ワクワク、浮き足だって野球行きたいって。